くなってきたから普通に開会式やろうと思うんですけど、まあ、あの遠方から来てるチームもいらっしゃいますし、まあ、あの涼しくなったけど暑いからね、できるだけ早めに、閉会式終わりたいなと思うんですが、結構見てる通り表彰するものがいっぱいあるので、円滑にあの皆さん名前を呼ばれたら元気にはいって言って立ってさってちょっとお願いします。じゃあ U8 から、ベスト4のチームからまず発表します。1名出てきてください。関東賞プログレッソ、拍手。拍手。2名、富士山南2名。どうや、どうや。Thank you.
下がって。そうかって。はい、持ち上げて。そら、顔見えないわ。こっち見てよ。ありがとうね。911関東省第4位アンセムサッカークラブ1名 U11 ごめん U11 ね、うん、何ちゃん U11 1名第3位、どこから来てくれてます、カミナンサッカークラブ、2名、カミナンでいいね。せーの、イエーイ。はい、こんな感じです。
あ、OK。 OK。 そしたらですね、次に個人賞、まず優秀選手を各チームから1人ずつ選んでいます。U8 からアンセム U8 中村ゆずき選手、優秀。そしたらちょっと並んでいってくれる。アンセム U7 井出ハルト選手、ちょっと名前がちょっと間違ってたらごめんなさい。プログレス FC 渡辺伊織選手、合ってる？アシタカ SSS 高村太田選手、レオビスタナイト選手、ナイト、はい、岩松望月ひら選手、ステラヤイズ平口空選手、辻根みなみ津川健太選手、頑張ってくれました高橋ひかり選手、拍手。スタンドカプセル防具賞、女の子で2人、レオビスタ、FC の女の子2人出てきてください。
ります。ゴールキーパー賞91気分で大谷幸太郎選手18アンセムサッカークラブ田中龍神選手から見つけてチョイスして選ばせてもらいました。 U8 岩佐瑠衣選手足高だよね。 U11 宇都宮東望月瑠衣選手ちょっと待って。いいですか？ありがとう。